サフィールは人工衛星打ち上げ能力のあるイランのロケットである。全長22メートル、直径1.25メートルの二段式の液体燃料ロケットで現在使用されているサフィール1バイトの地球低軌道への打ち上げ能力は50キログラム。北朝鮮や中国から技術協力を受けて開発されたと推測されており、サフィールの原型となった中距離弾道ミサイルの シャハブさんも北朝鮮の弾道ミサイルのドンのイラン版と言われている。初期型の推進剤には TM-185 と AK-27 赤炎症さんがサフィール1バイトの推進剤には非対称ジメチルヒドラジンと AK-27 が使用されていると推測されている。イランの国営テレビによると2008年2月25日に カーボシュガル一ロケットにより、準軌道テスト飛行が行われた。この打ち上げのペイロードは、高層大気観測用の機器であり、高度200から2 5 0トルの宇宙空間に、打ち上げられ科学データを取得することに成功したと、イラン・イスラム共和国通信社が報じた。アーナの初期の報道において、このロケットは三段ロケットであり、一段目は発射後90秒で、分離され、最終的に、 高度200から2 5 0トルの軌道に到達したとされた。この打ち上げ機は液体燃料ロケットであり、シャハブ3から派生したものであると考えられている。このロケットについてイランは2008年2月19日に新しい情報を発表しており、それによるとこのロケットは2段ロケットで、1段目は高度1 0 0トルで切り離され、パラシュートによって地上に帰還した。 二段目は高度 200km まで上昇を続けたが、軌道速度には達しなかった、とのことである。観測ロケットの開発と打ち上げ成功については、これより1年前の2007年2月25日にも発表されている。このロケットと前日のロケットが同じタイプのものかどうかは不明である。2008年8月17日、イラン当局は、イラン発の国産人工衛星、 オミードを打ち上げるための予行として、カラニのサフィールを打ち上げ、成功したと報告した。イラン宇宙庁長官のレーザタギザでは、国営テレビに対し、我々は人工衛星打ち上げ機サフィールを今日初めて打ち上げ、ダミー衛星を軌道に乗せることに成功したと語った。この発表によると、ダミー衛星は高度 650km の地球低軌道に打ち上げられ、 24時間ごとに6回イラン上空を通過するとされた。この打ち上げによって軌道に到達したかどうかは確認されなかった。アメリカ当局はロケットの打ち上げはリフトオフ後すぐ失敗し、意図した軌道には到達しなかったと発表したが、リフトオフのビデオはイラン国営テレビで放送された。イラン当局はアメリカの主張をプロパガンダであると非難する声明を発表し、 近々、オミードを打ち上げると語った。2009年2月2日、サフィール1の2号機は、オミードを軌道上に打ち上げた。2011年6月15日に、サフィール 1A が地球観測衛星、ラサット1を高度 260km の軌道上に打ち上げた。2012年2月3日、サフィールの第2弾の水力を20%以上。 向上させた改良型のサフィールナビートがイラン科学技術大学が開発した地球観測用科学技術衛星ナビードエルモサナートを高度 250km から 375km の楕円軌道上に打ち上げた。2012年5月14日に国営イラン通信は5月23日に気象状況や自然災害に関するデータ収集を目的とする人工衛星 ファジルを打ち上げると発表した。その後、イランはこの打ち上げに関する発表をしていないが、イギリスの軍事情報誌、ジェーンズ・インテリジェンス・レビューは、打ち上げの痕跡がある発射台が映った5月23日以降の衛星画像を根拠に、イランが人工衛星の打ち上げに失敗したと分析している。また、ジェーンズは、衛星画像を根拠に、イランが10月にも、 人工衛星の打ち上げに失敗したと分析している。2015年2月2日、イランエレクトロニクスインダストリーズ社が開発した、ファジルの打ち上げに成功した。ありがとうございます。